明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対広島東洋カープ、この試合の模様をお送りいたします。スワローズの先発は右のサイスニード、対するカープの先発は右の九里。この両投手同点で迎える6回です。バッター山田、ここは引っ張りに警戒します。投げた、これも空振り、バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、打ちました、痛烈、いった、一直線、入った、ホームラン、ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、ストレートを狙い打ち、山田一振りで勝ち、チームメートが迎えます。ヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は4対2、スワローズ2点差で勝ちました。